俺の名前は畑かかし。今日は初の重要任務。ぜひとも手柄を立てておきたい。そのためにはチームワークが大切。長座さんとシビさんとは初めて組む。早速二人にあだ名をつけた。もちろん長座さんはデブ。主人公お前になってるんだけど、まあ、確かに長座さんは太ってたけど長寿ほどじゃないな。あの砂漠の向こうに亀が。亀が悪ガキどもに棒で叩かれいじめられている。そうか、砂漠にうずくまる影って亀か。木の香りが棒ってこと？もちろん俺は木の葉の火の意志を持って区内で悪ガキどもを蹴散らし亀を助けてあげた。ちょっと区内は危ないんじゃないかな。事件になっちゃうよ。そして俺は助けた亀に連れられて竜宮城へ招かれた。ああ行っちゃった。砂漠に竜宮城って。そこで俺は綺麗な乙姫様と共にイチャイチャパラダイスな日々を送ることとなった。イチャパラをこういうところで使ってほしくないんだけど。なるほど、乙姫様が綺麗な女の人ね。楽しい時間は長くは続かない。俺は任務を思い出して竜宮城を出ていくことに決めた。帰り際俺は乙姫様に玉手箱をもらい砂漠に戻った。はいはい、開けたら中から煙が出てくるでしょ。煙を浴びるとなんと俺の髪の毛は白髪になってしまいました。そうか、だからかかし先生の髪は元からだっての。気がつくと辺りは砂漠となっていました。最初から砂漠だけどね。そしてなんと俺は棒を持った悪ガキどもに囲まれていました。驚くことに俺は亀になっていたのです。え、亀に？なんでなんで？俺は悪ガキどもに棒で突かれ叩かれ蹴られてしまいました。頭はコブだらけです。うん、これで全てのキーワードが揃った。俺は助けを求めて首を伸ばし辺りを伺った。するとその向こうになんと数日前の俺がやってきて助けてくれたとさ。おしまい。なんでシュールな浦島太郎の出来事が俺に降りかかってくるんだよ。ラストがちょっと分かんなかったな。あれじゃない、玉手箱を開けたら時間が逆行して数日前に戻って過去の自分に会ったってことじゃない。タイムストリップってやつだ。はいはい、スリップね。ちなみに元ネタは時間が何十年も経ってたんだけどね。ちょっと僕なりにアレンジしてみました。全然関係ないものアレンジしないでくれる。違いますかね。じゃあこんなことがあったんじゃないのかな。